かさんで。不思議な空間の力により少女は深い眠りに落ちる。夢かうつつか、眠りの中で少女は過去の世界を見る。この空気一体何？ここは深淵と内潮の狭間。ようこそ我が研究室へ。ニコラ・フラメル。あなたは数千年前の錬金術師のはず。なぜ？私が研究を始めてから数千年、私はその身を深淵に投げ込むことで肉体を捨て永遠の存在となった。そして私が深淵から現世復活を果たすとき、今こそ現世と深淵が交わるとき。呆れた。不老不死を実現するため自ら深淵に落ちたの？ついに長きにわたる私の研究は成就する。そのためにまずはお前の肉体をいただこう。そんなものが賢者の石だなんて狂言、私は信じない。なぜなら賢者の石とは常に私たち錬魔術師の道を照らし続ける道しるべなのだから。賢者の石を求めてここへ来たけれど、抗うならねじ打つ。無駄だ。さあその体を漆黒の闇に捧げよう。私はどうなったって構わない。でもね、上に残してきた私の家族には触れさせない。なんだバカな。深淵の穴が下がってゆく。今のは夢？ううん、お母さんの記憶。お母さんはこの部屋に来たんだ。これはお母さんの杖だ。その耳、髪の色、あの女の娘だな。さっきの夢に出てき錬金術師フラッパ。お母さんは封印の結界を娘の手によって解かれるとは、なんとも間抜けな話ではないか。あの女の時は失敗したが、娘よ、お前の体。嘘。
この程度で。騎は勇気を胸として、剣は虐げられた者を守り、その力は弱きを助け、その言葉は真実のみを紡ぎ出す。そして、その怒りは悪を断つ。さあ、小さな騎士よ、今こそ立ち上がるのだ。メルンさん、私はあなたのおかげで自分と向き合うことができました。本当に大切なのはご主人様、もういいのです。これ以上人を傷つけないで、それがあなた様のためなのです。メルン、それでも私の子なの？大丈夫。あなたはたくさんの人からの愛を受けている。どんな窮地に立たされても。お母さん、みんな、僕はみんなのために絶対に負けない。
メルン。お母さん。今まで寂しい思いをさせたね。お母さん。さああなたも私と一緒に深淵へ落ちましょう。こんなにも醜い世界は深淵の力を使って一度消してしまわないといけないのよ。さあ早くこちらへいらっしゃい。違う、お母さんはそんなことは言わない。フラメル、何をするのメル。お母さんのふりをするな。やめてメル。僕にはできないよ。だってお母さん。メルン、ルナ、遅くなってしまってすまない。僕は大切なものを何一つ守れやしない。僕にはわかるよルナ、君の魂ではない別のものが君を動かしているんだろう。せめて最後くらいは僕が。ルナ、愛しているよ。今日は彼女は来ていないのか。なんだ、おめえは一緒じゃねえのか。一体何の話だい。あの錬魔術師の嬢ちゃんが王国を立つというから秘密の抜け道を教えてやったのさ。おめえら最近仲良さそうだったじゃねえか。だからよ、俺はてっきりおめえを逃がすためかと。その抜け道というのはどこだ。おいおい、なんだよいきなり。あなたは王国に残りなさい。そうはいかないよ。大体君に当てはあるのかい。当てを探すための当てくらいはあるわ。それは当てにならないな。ごめんなさいね。私は一人でも平気。この子も私が必ず守ってみせる。大丈夫、きっとなんとかなるから。目覚めた時そこにあったのは、染みるような雪の冷たさと果てしなく広がる孤独だけだった。
そしてこれからも僕は、ああ分かっているよ。さよ。私の数千年にもわたる研究もここまでか。お母さん、これで終わりだ。待って、お願いです、待ってください。なぜ、なぜだロゼッタ、なぜ私を。それは私、あなた様のことを愛しているから。愛だと。皆さん、ごめんなさい。このお方の罪はあちらの世界で必ず償います。だからどうか。愛だの勇気だの、そんなものが私の探求心を上回ったというのだろうか、ロゼッタ。ご主人様、もうすべて終わったのですよ。多くの命を奪ってまで私は何をしていたのだ。この研究が終わったら、お前とどこか静かなところへ移って余生を送りたかった。なのにどうして私はこんな。きっと世界はあなた様を許さないでしょう。罪の償いに何千年、いえ、ひょっとしたら何年かけても償うことができないのかもしれない。その果てしない旅路、私がお供いたします。ロゼッタ。さあご主人、参りましょう。向こうへ着いたらいつもの紅茶を入れますよ。はあ。メルンさん、辛い思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ルナさんの魂は責任を持って天国へ送り届けます。私はきっとこのために存在していたんだと思います。私もうずっと昔に死んでしまっていたみたいなんです。それでは私たちは参ります。まだずっと先になるでしょうけど、ルナさんと一緒にお待ちしておりますね。ルナ。お母さん、旅芸人さん。詳しいことは地上に戻ったら話そう。すまない、君は先に地上へ戻ってくれ。うん。かつては真摯なる研究のしもべであったニコラ・フラメル。賢者の石は物質としてそこには存在しなかったが、彼の魂を数千年の間も束縛してしまうほどの探求心がそこにはあった。その類稀な探求心こそが人類最高の宝、賢者の石だったのではないだろうか。そして全てを顧みない探求心にも勝る感情こそが彼をも打ち負かした愛なのだろうか。しかしながら、愛は時として愛する人を傷つけることも厭わず、愛もまた人の持つ深淵なのだろうか。
全ての真相にたどり着いた少女は一人帰路へと着く。少女は思う。今自分の目の前にある世界、そしてこの命、そのすべてはきっと母からのかけがえのない贈り物であったのだと。主、一体今までどこに行っておったじゃ。おじいちゃん、ごめんなさい。その日、メルンちゃんは初めて怒るおじいちゃんを見ました。でも、なんででしょうか。怒られているのに、なんだか心はとても温かかったのです。メルンちゃん、僕はルナにも君にも何もしてやれなかった。今から全てを話そう。洞窟から出るときにね、お母さんの声がして教えてもらったんだ。旅芸人さんは僕の。
メルン、命というものはいつか終わりが来てしまうものだわ。だから今という時を大切に過ごしなさい。そしてその命が続く限り歩みなさい。求めなさい。立ち向かいなさい。信じなさい。愛しなさい。そして次の世代にその魂を伝えるの。あなたには家族がついている。大丈夫、あなたならできるわ。さあお行きなさい。こうして多くの魂は救われた。しかしこれは一つの結末に過ぎない。真実とは常に目に映るものが全てではないのです。再び過去へと遡り、彼女を今一度救い出してもらいましょう。これはたゆたう泡のようなおしゃべり、されどそれは捨ておけぬ真実の物語。さあお目覚めなさい。メルンさん、メルンさん、あ、ロゼッタさん。僕は、あれれ？メルンさんに私の作った飾り石をお渡しした途端、急にびっくりさせちゃったみたいだね。でももう大丈夫だよ。本当に大丈夫なのですか？うん。それより第三層の探索の続きだったよね。はい、どうかお気をつけて。